だっただろうな、ちょっと。ああ、さすがに今日も一台は来てる。こんな雨の中行くやつは何でしょう。ライオン。ゼブラ。うおー、トラ。かっこいい。野生のチーターはアフリカやアジアの南部に住んでいて、陸上動物の中で最も足の速い動物。あれちゃう、あれだよ、俺よ。時速チーターを走るためにスマートな体つきをしていて、ちっちゃい、あの長くて可愛い尻尾は速く走るときにバランスを取る役目をします。ヒョウとチーターは一見似ている感じがしますが、よく見ると体の模様が全く違います。おぉ、ホワイトタイガー。全然雨でも楽しいよ。トラは生息している場所によって、あそこルンシベリアシンバ、スマトラトラなどいくつかの種類に分けられています。夏の暑い時期には水に浸かっているトラの姿をよく目にします。すごいすごい。野生のトラは暑いから水に浸かるという以外に自分の匂いを嗅ぐこともある。すごい。ところで人間の手紙の大きさで。戦わずして勝敗が決まることもあります。たてがみは年齢とともに黒くなっていきます。また野生のライオンは他のネコ科の動物と違って単独行動はせず、数頭のオスと多くのメスでプライドという群れを作って行動します。見事なチームワークでハンティングをしたり、これなんかドアとかつつかれたりしないのかな。つつくでしょ。なんか曇りやだな。すごいさ、筋肉えぐくない喉のところ。やばいね。お前変わってるな、一本がまっすぐ一本が。なんかすごい細い。え、これ赤ちゃんじゃん。え、それ突き刺さんないの皮膚に。ね、よくお前耐えれたな。おー、絶妙な角度で。これ何？スポーツのセクションです。いろいろな動物たちがセクション内を自由に移動していますので、この動物が説明している場所にいないときはもう一度探してみてください。キリン。野生のキリンはアフリカサハラ砂漠から南の地域に生息しています。ここにいるキリンはアミメキリンといって、網の目のような模様が膝の下まで続いているのが、あそこ餌やりできるんちゃう、あそこから多分。動物の中で一番背が高いキリンは、大人になると5メートルから6メートルにもなり、体重は800キロから1200キロになります。その50頭の群れで過ごしますが、秋になると1頭のオスとそのごっつい頭のメスで群れを作ります。かわいいね。角はどこ？オス両方になり、あいつか、円柱状で。あれバクだよ、バク。アメリカバクじゃない。体の長さは1メートルから 1.2 メートルほどで、体重は30キロから50キロ。昔は北アメリカ一帯にたくさんのバイソンが生息していましたが、あんな大きくなってもミルクって飲むんだな。人間によって。うんこした。うんこしてるね。トロビちゃんなんかやめろよ。おおおおおお。耳かわいい。おお。すげえ。すげえ。口でっかやっぱ。かいかいってこすりつけてますね、あれは。
いやでも俺あいつよりできる気がする。ヒグマは寒くないんじゃない？北海道とかにもおるけどさ、ちょっと行ってみよう。そこで、ね、死んどるようなクマもおるけど、うん、あ、気づいてなかった、うん、これはお前が必要なやつじゃないか。あ、これクマの餌か。あ、じゃあ違うところで買おうよ。クマの餌って、え、これ生肉、そう、やってみる。え、食べる？分からん。待って、俺たち小銭があるかって言われたら小銭、映りそうでやばい。来る来る。ねえねえ。うち来る？イスザルって帰るの？帰るよ。やべ、俺んちのニワトリ飼っとったんだけど全く同じような匂いがする。あ、いいですね。ちょっとエロっちいですね、ここお尻が。ああ、ちょっとお尻がさ、あ、普通に襲われる。おお、トキだよね。え、トキか。なんか、なんか。こんにちは。これどうやった？これトキ？いいよ。いや、ちっちゃい子が来た。ここだな、お座りして。それごと多分もうあげていいと思う。あ、ちっちゃい、あ、ごめんごめんね。そういうこと、食べれんだったってこと？ごめんね。カピバラってなんかさ、モサモサしてる。を感じるな。なんか血まで。クジャクだね。こんな近くで見れることないよね。長さがあるからかな。てか野生界でお前その色でよく生きていけるよな。やば、ここバードケージだと思ってよく見て空見とったら外の鳥だった。野生のカラスの広場だけど、カンガルーではないね、バラビーだ。すいません、写真の協力をお願いします。ありがとうございます。あー、サービス精神を。お、これでジャンプされたら俺続き食らうね。気になるね。時と場合によるけど。あらも、あ、そうだよ。これガチでただのカンガルーじゃん。おつい、お前餌持っていかれたやん。見やっか。でっけえ。あとこんな近くで見れらんけんさ、あれ。そうそう、この、で、この上におるはず。
可能性は。これ耳じゃん。こんにちは。はじめまして。ここがいいですか。ちっか。こんな近くでチーター見れるとこないで。なんかぬいぐるみみたいだね。この線は何の線なんだろうね。横に線がある。かっこいいお前。こりゃかっけえば。ホワイトタイガー。ちょっと大きい声でゴンゴンしてこれ叩いたり。でもちょっとここ爪で引っかかれて擦れとるね。おお、起きた。けど擦れまくってる。これは何？ラサパーなんだか。ラサパー。みんなあそこ気づかんかったね。本当だ。みんな見てるね。みんなあれ気づけばよかったのにね。ワオキツネザルじゃないの。踊るの好き好き。あ、絶対違うじゃん。え、違うの、うん、これ、これか、ワオキツネザル。違うでしょ。あ、違うわ。絶対違うわ、あれは。反射して見えないけど。何これ。なんか、バク系だよね。なんかアリクイみたいな。足が手みたいな。すごい寒いんだよ。寒いんだよ。寒いの？え、なんか食ってるじゃん。ねえ、べー、べー。日本変わるぞ。なに、君たちは。かわいい、あれ。泳いだらこう横から見えるよって感じか。そっか、魚を泳がすことができた。できるかこんなもん。でっかいなあいつ。なんかね、他の動物ってこうやって目合わせてさ近づいてったさ、あれするんでしょ。いやもう攻撃してくるでしょ。威嚇に。うわ、カワウソあっち行ったよ。おお、そんなとこか。でゴンドラあんな一気に3体も来るんだ。下に落とすってこと？違うでしょ。あ、来た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 。え、うわ、すごい。もう一回あげていい？もうダメよ。かわいいね。